それではニュースをお伝えします。主な科目です。自然環境観光省が南極研究者たちを応援します。モンゴル日本経済連携協定実施について及び調査を行っています。3800人前の出土品が発見されました。以上が主な科目でした。10日、スリムバット自然環境観光大臣が科学技術大学地質学高等大学教授博士でもあるルブリジョブさんと会談をしました。会談の際、自然環境観光省が南極研究者たちを応援すると述べました。南極でモンゴル国観測基地を作るとき、自然環境観光省が資金し協力しているのです。セリンバット自然環境観光大臣が、モンゴルは南極条約に加盟し観測基地を作った数少ない国の一つになって嬉しいです。南極で観測基地を作るとは、その大陸で四国の土地を持つようになったということです、と述べました。モンゴル国は南極条約に2015年に加盟し研究する権利を得ました。現在同大陸で54カ国が研究しているうち29は観測基地を作ったとのことです。モンゴルの場合、人間機関を使う研究所を作り地質図を作成し、自動気象ステーションを設置し、6人が住む建物を建てているのです。南極は世界大陸に 10% を占めており、面積は約1400万平方キロメートルです。平均で厚さ2400メートルの氷に覆われており、世界燃料80% くらいを氷の形で保存します。1959年に作った南極条約により、南極は2059年まではどこの国に行くこともないのです。次のニュースです。モンゴルの会社企業は日本市場に9300品目を関税制限及び免除で輸出する可能性があります。
モンゴル日本経済連携協定が与えているのです。2006年6月から実施を始めた同心理で取引高、支出している品目種類及び投資額が増加しつつあります。外務省がモンゴル商工会議所と協定で両国心理を改良する、支出を増加する目的が含まれて改良、心理を支配する計画を立てました。新型コロナ委員会は新型コロナウイルス予防対策として公共開催の事業化開催を3月2日まで禁止しました。そのため2月14日まで実施に関する企業の件など問題事の点について商工会議所は共同で調査をしています。モンゴルの加工企業から寄せられた意見を商工会議所が取り組んで外務省を通じて問題解決を図るとのことです。次の2次中国の文帝国で使用されたと言わされています。このことに関して答えモンゴル人は3800年前にアメリカでスプーンを作っていたことが2002年から2011年に明らかになりました。ボロワン市に発達インドル人の伊豆川流域から7500人前のカニューシーフライズスイズボロワン川の流域で7500人前のボロナブこの2つの川流域から何でスプーンがそれぞれ発見されたのです。次のニュースです。10日ソフトバトル外務大臣がシポルノイ在モンゴルベラルーシ共和国大使と会談をしました。会談の際両国の国家貿易経済協力を拡大し発展させるミンスク市でモンゴル国大使館を開く、首脳レベルの訪問を実施することなどについて話し合いました。また、2020年に主催予定のイベントについて意見を交換しました。シポルノイ在モンゴル・ベラルーシ共和国大使がモンゴル国大使館をミンスク市で開き、活動を開始するとき、ベラルーシがすべての面で応援する意を表しました。またウランバートル市で2019年4月19日署名したモンゴル政府ベラルーシ共和国政府間の輸出ローン審議の枠内で農牧業、道路輸送、都市建設、緊急事態分野で必要な機器技術を供給するプロセスについて意見を交換したのです。次のニュースです。10日バトチツゴ在キューバモンゴル国特命全権大使が新年上アナヤンシ・ロドリゴス・カメホキューバ国外務副大臣に手渡しました。新年上方程式の際両国交流協力について意見を交換したり、協力をより発展させ、記憶をする現在の機会を完全に使い、努めたい意を両側が表したりしました。また、2020年にモンゴルとキューバ国国交樹立60周年が当たっており、祝う豊作などについて話し合いました。
以上、2月12日水曜日のニュースをお伝えしました。お送りします。ガイズグループの雪という曲です。どうぞお楽しみください。こちらはモンゴルの声です。今日は国家サービスを一箇所に集中した一括窓口サービスと題した特集をお届けします。モンゴルで一括窓口サービスが導入されて以来13年経っています。一括窓口サービスとは、社会保険、社会保障、国民登録など国家の多数のサービスを一箇所で短時間に与える現代の新しいサービスなんです。モンゴル政府は2007年に一括窓口のサービスを首都のスコバトル港で導入しました。
モンゴルで国家のサービスを迅速に提供する政策が進められています。2002年にモンゴル、スイス政府間に統治を応援する、州知を削減するプログラムを実施する契約を締結しました。同プログラムの一部である国民に国家サービスを届けるプロジェクト枠内で作られた一括窓口サービスセンターの活動を安定させる、国民に国家サービスを近づかせるためプロジェクトを実施する NGO 団体人間安全性研究センターを開きました。プロジェクト実施枠内で国民にサービスを平等に届ける、遠く離れた村や首都のギル地区の住民、障害者、貧しい人々にサービスを届けることに注目を集めました。努力したスイス開発エージェンシーが実行した一括窓口サービスプロジェクトはモンゴル政府、国民に感謝されたプロジェクトになったのです。現在モンゴルの21県の都市、9つの郡、首都の9つの区、合計50くらいのところでサービスをしています。一括窓口サービスについて市役所の公共大本松さんに聞きました。ドリームスケニーに必要な時代は自力で取り寄せが本社を兼ねたら卒業卒業を卒業してビジネスの卒業しているときに財の地を国産でもらさせた。国家サービスのセンターを作り、国民に国家サービスを一箇所で民族に与える未来を自ら始めた。どんな結果に達した、特典は何だったか、今後どう発展させるかなど、たくさんの問題があります。2016年に首都で国家サービスセンターを作りました。その前、国民は国家サービスを送るとき難しかったです。これには首都の道路渋滞も影響しました。首都の国立機関から与えているサービスをもらうため、都心部へ向かいます。道路渋滞に長い時間かかってくると駐車場は足りないという問題がありました。モンゴルには国家のサービスを受けるとき官僚主義者に覆われ、サービスの情報が少ないため国民は困りました。国家のサービスを受けるため必要な印を押してもらう、サインと許可をもらう、何回かも行くなど時間がすごくかかりました。それに嫌気がさすって早く目標を果たすため賄賂によって目的を果たす習慣が起こりました。あまり大切ではない多すぎる規則は一般の人、ビジネスマンには迷惑なだけで、さらに国の社会と経済に悪影響を与えるだけで、人の仕事と生活が被害を受けるようになっていたのです。この不愉快なサービスを見直す優れた方法は一括窓口サービスです。スイスの開発機構がこのサービスをモンゴルに実現することを応援しました。これは良い統治を発展し、ビジネスに良い条件を提供、国民の生活を上げることを支援したプログラムでしたと語りました。以前国民は国家サービスを受けるときいろいろな問題が出ました。例えば生まれた子に出生証明書をもらいたい人は社会保険料、社会保障料に行きます。社会保障庁をもらうにあたり、その庁にお金を払います。それぞれいくつもの部屋に入ります。ある部屋に行ったらその人が電話をしているので待つように言われます。待たされて待たされて明日来なさい
と言われる場合もありました。あるいは銀行と交渉役場を探していくため時間の無駄になり何日間もかかっていました。現在は交渉役場と銀行はこのサービスの基地として同じ役所にあります。不満がありいろいろな性格の人が来ます。入ってきた人を微笑んで迎えなさい。優しくしてください。怒っていた人を笑わせて帰るようにサービスをしなさいとスタッフに言います。今はこんなサービスをしていると係員が述べました。一括窓口サービスをする場所は現在国民にクラウド社会保障社会保険国民登録情報土地所有関係財産所有金登録工場交渉役場銀行などが一つの大きい役所に触っています。我が国の一括窓口サービスプロジェクトの実現にあたりいろいろな特徴が出ています。例えばウランバートルの周辺部には9つの区があります。その中でバガハンガイ区は他の区と住民の条件が違うため他の区と同じシステムではいけません。この区のほとんどが入国民です。国民は施設ごとに移動します。国民の生活に合わせ歩行サービスが減ることを理解し調査をしました。調査結果が出たら区長と歩行サービスをどう実現したらよいかを見ましょう。ここで先ほどの市役所の公共サービスセンター長大本町さんの話をお聞きください。さあ、ホイルミンガロンゾルゴンと会話すると、トンジェスティアコーランとお会話すると、ホイルミンガロンゾルゴンに、ニットンボトルに、リッサイドチューマンが質問すべきだと思います。サインタウドチューズです。2016年に新たに3つのセンターが開かれました。2016年に、同センターを通じて、約4万人がサービスを受けました。この数は2017年に約5万人、2018年に約9万人、2019年には約97万人となり、サービスを受ける人数が増加しつつあります。初めて1日に平均で3400人くらいにサービスをしましたが、サービスを与えているとのことです。現在20棟の行政機関に320棟のサービスを国民に与えているうちほとんど国家登録サービスが進んでいます。その機関に日本登録し不動産登録などはこれらサービスに本部を含めたアメリカの人たちが語りました。国家から国民以外、外国人、投資家対象にサービスをする一括窓口サービスセンターも開かれました。同センターを通じて、外国人と投資家は国家に次のサービスを受けています。例えば、投資と法律を組み取るアドバイス、マングル国民とか、国家とかに受け入れ、補給機関を受ける、社会機関の登録、情報などたくさんのサービスを受けます。外国人投資家対象のサービスを一箇所で届け、モンゴルでビジネス経営する環境が一方で改良したと感じています。モンゴルのサービスを一箇所で分析。明確にする環境が人に立ち向かう我が国と機関の関係でサービスがより良くなると言っています。一括窓口のサービスはモンゴル人に原則に困難なく届きました。
国民を喜ばせ、国家を信頼し敬う。その人の満たしていたことは迅速に完成する。国家と国民の関係がより強くなる土壌基礎になっています。このサービスはモンゴルに出現するだけではなく、発展途上国にも進んでいくでしょう。モンゴルは国民に対する国家サービスを一箇所で集中した一括窓口サービスと題した特集をお届けしました。番組の終わりに歌手ドルツサイフンさんとスカイスピンが恋曲をお送りします。どうぞ楽しくお聴きください。英語で Voice of Mongolia Japanese Section CPO Box 365 グランバーサー211-213 モンゴリアです。セルアドレスは mnd_vom@yahoo.com です。